待っていたぞ。私はブルーダクロフォードの補佐をしている。ドールズとの戦いを主導するアークスのまとめ役といったところだ。クロフォードの指示により君の能力を確かめさせてもらう。それでは始めよう。そこはアークスが基本技能を学ぶための国運だ。正面の転送装置から訓練場に移動してくれ。よし、準備ができたみたいだな。フォトンブラストを訓練標的に放つんだ。
く達成できたな。今回はこれで終了だ。目の前にあるフィニッシュポイントから外に出られるぞ。少し待ってくれ。終わったわ。私も。よし、いいぞ。楽にしてくれ。あなたも同じ訓練を受けていたのね。3人とも身体能力、エネミーに対する技能、いずれも問題ない。アイナは星渡りの2人と比べても引けを取らないスコアだった。なかなか良いチームになりそうだな。これならばすぐにでも最前線で活躍できるだろう。クロフォードにもそのように伝えておく。共にドールズと戦おう。最後に一つ、こうした場所はハルファ各地にある。そしてそれぞれが異なる作りになっていて、独自の戦闘技能を習得できる。積極的に訪れて技術の向上に努めてくれ。ちょうど訓練が終わったようだね。今から司令室に来られるかい？待っているよ。いやあ、来てくれてありがとう。君たちには引き続きここでの心得を学んでもらいたいと思っていてね。特に君はこのハルファに来たばかりだ。まだわからないことがたくさんあるだろう。オペレーターたちに君のサポートをするように言ってある。詳しいことは彼女たちに聞いてほしい。そうだね、まずは
リュウリンに声をかけてもらえるかな。はじめまして、リュウリンです。早速ですが、僕の方から話を。すでに黒雲は党外みということですが、その黒雲の探し方をレクチャーします。でもその前に、リューカーデバイスについて教えておきます。そちらのマグに位置情報を送りましたので、その場所に向かってください。
なかやりますね。さて、次なんですが、コクーンで経験を積むことでクラススキルという各クラス固有の技能を得得することができます。セントラルシティまで戻ってきて、ショップエリアにあるクラスカウンターに行ってみてください。リューカーデバイスを経由すると楽に戻ってこられますよ。よく来たな。そうでした、伝え忘れてました。クラスごとにおすすめのスキルがあるんです。ファイターのあなたにはリミットブレイクがおすすめです。クラスカウンターで内容を確認してみてください。いつでも来てくれよな。でも来てくれよな。いつでも来てくれよな。習得できました。違うスキル覚えてたりしないですよね。クラススキルは習得したといっても使い方を記憶の一部に転写したにすぎません。使いこなせるようになるまでには修練が必要になります。それからあなたのアイテムパックに物資を送っておきました。武器とかクラススキルに関連するパスとか。クラスも武器も人によって合う合わないがあると思います。自分なりのスタイルを見つけていってください。普段あんまり喋らないからちょっと疲れちゃいました。僕からはこれで終わりです。これからよろしくお願いします。リュウリンの方は終わったみたいですね。次は私待ってますね。いつでも来てくれよな。
私はオランジ。じゃあ早速お話ししますね。フードスタンドはまだ使ったことないですよね。アークスとして戦うためには武器や防具も必要だけど、普段の食事もとっても大事。バランスの良い食事をとることで、より良いコンディションでドールズと戦うことができるわ。そのためにはまずは食材集めから。そうね、テイムズの肉なんてどうかしら。テイムズっていうのはセントラルシティ近くにいるおとなしい生物のこと。リアン、サニー、パッド、モーベルやタウベルなんかがいるわね。大体の位置情報を送っておくので、それを頼りに探してみてくださいね。ロッサだ。よろしくな。俺が教えるのは武器の強化についてだ。武器や防具ってのは鍛えることで性能が良くなる。強化には強化素材って呼ばれる別の武器なんかとニューグラインダーってのが必要だ。ああ、それぞれ集めてきてくれってのもなんかめんどくさいな。今回は両方ともやるから、アイテムラボで強化してみてくれ。いらっしゃい。
強化ができたみたいだな。とりあえずその武器はあんたのもんだ。大事に使ってくれよな。それと同じ要領で防具も強化できるから試してみてくれよな。あとはニューグラインダーは各地のコンテナから見つかったりする。今となっちゃ誰が置いてったものかわからないけど大事に使ってやってくれ。ってわけで俺からの説明は終わり。これからよろしくな。指令室まで来られるか？待ってるぜ。山頂部のエネミーはナグルスと推定。出現個体数不明。周辺のドールズ増加も確認。引き続きモニターを続けてくれ。オランジェは森の方。バタバタしてすまないね。話って？3人とも訓練の成績は申し分ない。そこで次は実地での技能を見させてほしいんだ。つい先ほどここから近いマグナスさんに多数のドールズが現れた。その討伐をお願いしたい。もちろん君たちだけとは言わないよ。サポート役のアークスもちゃんとつける。訓練の次はいきなり実戦なのね。君たちにはその力が十分にあると僕は思っている。どうだろう、やれそうかい？習うより慣れろってことだよね。わかった、やってみる。準備ができたらマグナスさんの麓へ向かってもらえるかな。そこでサポート役と合流できるように手配してやる。頼んだよ。あの、すみません、少しお話ししたいのですが、こちらに来てもらえますか？マグナスさんに向かうにあたって戦いのアドバイスができればと思いまして。各アークスの能力は戦闘力という数値によって可視化されています。これはそれぞれのアークスの身体能力や装備している武器、防具などの能力を計測して数値化したものです。そこには個々人の戦いのセンスなどは反映されないので、あくまで目安の値でしかないのですが、私たちはこの戦闘力を基準にしてハルファの危険な場所に訓練中のアークスが入り込んだりしないように制限を設けています。マグナスさんもそうした場所の一つです。目安となる戦闘力を提示しておきますので、その値を参考に戦いの準備を進めてください。こちらでしっかりとモニターしていますので頑張ってくださいね。
戦闘力、マグナスさんの侵入基準を満たしているようですね。他の二人も大丈夫そうです。ですがお話しした通り、戦闘力はあくまで目安の数値です。どうか十分に気をつけて。二人とも準備ができたらマグナスさんの麓で合流しましょう。わかった。だわね。準備はいい？来たわね。準備はいい？私だ。ブルード。ああ、私が同行させてもらうことになった。詳しい話は歩きながらしよう。この先にいるのはナグルスというドールスだ。今回は山を登りつつ接触したドールズを討伐することが我々の任務だ。わかった。数が多いな。一体ずつ確実に倒していくぞ。トライルスタート。Start.
3人とも大丈夫か？うん、なんとか。極めるんだ。部位破壊をすることで動きが鈍くなったり弱点が露出したり有利に戦えるようになるぞ。サクセス。よし、ここを抜ければ山頂はすぐそこだ。あれがナグルス。私の合図で突撃する。いいか、油断はするなよ。3、2、1、突撃。四つ足の見た目に騙される。ペダスソードと同じようにトリッキーな攻撃をしてくるぞ。効いている証拠だ。いける。待て、まだ終わりじゃない。見ていてくれ。君は私と来い。
の弱点だ。足を狙うのも有効だぞ。攻撃し続ければ必ず隙ができるはずだ。戦いへの恐怖は誰にでもある。気に病むことはない。だがその恐怖に打ち勝たねば戦い続けることは難しいだろう。アイナ、目を閉じてみるんだ。そこに見えたもの、それが君の戦う理由だ。よし、いいな。君たちはセントラルシティに戻り、クロフォードに報告してくれ。あなたは？私は次のドールズ討伐に向かう。わかったわ。これからの活躍に期待しているぞ。おかえり、3人とも。無事に戻ってきてくれて何よりだよ。アイナ君は大丈夫かい？私大丈夫だよ。迷いは自分自身だけでなく、時に仲間をも危険にさらすことになる。気持ちの整理をつけられるかどうか、それは君自身の心の戦いだ。それで、任務はどうだったかな？僕としても期待以上の戦果だよ。この調子でドールズとの戦いに力を貸してほしい。さて、これで僕から君たちへの頼み事はひとまず終わりだ。次の任務までは自由に過ごしてくれ。コクーンで技能を磨いたり、シティの外の世界を巡ったりするのもいいだろう。このセントラルシティには各クラスの戦技教官もいる。
彼らにアドバイスをもらうのもいいだろう。わかったわ。ところでこの前話していた対ダークファルスの準備というのは？目下進行中だよ。そのうち君たちにも協力をお願いすることになると思う。それまでは待っていればいいのね。そうだね。最後にこれを。これは？この世界のことやドールズとの交戦記録を書き留めたものだ。なるほど、役に立ちそうね。あまり整理できていないがね。ありがとう、使わせてもらうわ。ああ、その資料から何か発見があったら教えてほしい。ええ、目を通してみる。あのさ、二人ともちょっといいかな。後で見張り台に来てもらえないかな。その、話したいことがあるんだ。来てくれてありがとう。私、お父さんの教えがずっと不満だったんだ。お前はまだまだ半人前だから正式にアークスとは認めないって。私、お父さんの娘なんだから誰よりも強いアークスになれるはずなのに。それなのになんで一緒に戦わせてくれないのって。さっきの戦いでその理由がやっと分かった。ブルーダーに戦う理由を聞かれて目を閉じた時、エアリオタウンのみんなの顔が浮かんだ。前の私はただアークスに憧れるだけで何のために戦うのかなんて考えたことなかった。きっとお父さんはそれを見抜いてたんだと思う。失ってから気づいても遅いのに。それに私は戦いがどんなものかってことを全然分かってなかった。ナグルスの体が赤く光った時に足が震えて動けなくなって、それで怖くなったの。戦うことにじゃなくて、このまま二人と一緒にいたら迷惑かけちゃうんじゃないかって。だから私、アイナ、クロフォードの前で約束したのを忘れたの？え？協力するって、あれはあなたに言ったつもり。マナ、一緒にダークファルスを倒すんでしょ？マノ、ありがとう。私強くなりたい。二人みたいにドールズと戦えるように。そのために力を貸してほしい。一緒に戦ってほしい。だからその最初からそのつもりよ。ありがとう、二人とも、ありがとう。
私だ。先の戦いぶりから君たち3人ならばいかなる困難も乗り越えられると確信している。だが数多のドールズと渡り合うにはまだまだ学ぶことがたくさんある。幸いセントラルシティには経験豊富なアークスが大勢いる。他にも優れた技術者や研究者たちも。彼らが君たちのような新入りに手ほどきをしてくれるだろう。まずは彼らにいろいろと聞いてみてくれ。私はオランジェ。じゃあ早速お話ししますね。フードスタンドはまだ使ったことないですよね。アークスとして戦うためには武器や防具も必要だけど、普段の食事もとっても大事。バランスの良い食事をとることで、より良いコンディションでドールズと戦うことができるわ。そのためにはまずは食材集めから。そうね、テイムズの肉なんてどうかしら。テイムズっていうのはセントラルシティ近くにいるおとなしい生物のこと。リアン、サニー、パッド、モーベルやタウベルなんかがいるわね。大体の位置情報を送っておくので、それを頼りに探してみてくださいね。